では、今日はインベンションの6番、補聴聴からスタートになります。シンフォニアの、補聴聴の時は8分の9拍子で、まあ、こういう曲で、水のイメージ、とか、まあ、三位一体の精霊の話ね、そういうものをしたと思うんですけど、この曲も同じ補聴聴で、3系統の8分の3拍子で描かれていると、まあ、水のような柔らかさ、神聖さ、まあ、どちらかというと水溶液みたいな、そんなちょっと雲とかそういうイメージが僕の中にありますが、ちょっと面白いのはまずこの曲に、2つの相反する要素が、まあ、組み込まれていて、例えば接近するキャラクターと離反する、キャラクター、最初近づいてお題を言えば離れてまた近づいてくる、あるいは伸びと、まあ、分離、あるいはスケルツァンドのような理解の単位で、描かれていると、いうことで、で何かしらの理由で唯一リピート記号が、前半と後半についているわけですね。これはやはりやるべきだと思います。で、リピートされた時にどう表現を変えるのか、まあ、いろんなアイデアがありますね。当時のチェンバロだったら、まあ、2段ある場合があったので、2回目をどちらかを、上にするなり、両方とも上にするなりっていうこともできるし、例えば今の現代のピアノだったらアーティキュレーションの手段を種類を変えるとかっていうこともできるし、まあ何もしないっていう案も別になくはないのかなと思ったりするし、あとちょっとこう膨らみ加減を場所を変えるとかいろいろできると思いますが、大事なことは最初の、1、2小節のシンコペーションになった時のリズムのコツがあって、実際のこのタイミングよりもシンコペーションがちょっと半身前にこう食い込む感じ、ちょっとこのコツだと思います。で、タンタラタンっていうのをあまり数学的に理屈っぽくなるよりもパラランっていうのがしなやかにスイングしてるように、ちょっとこの曲に宿っている無邪気さのような感じの感性が、離れていくときが特にそうなんですが、ここから、離れていくとき、必ず中心の場所を自分で離れないように、この軸がありながら両方にこう離れていくと、こう綺麗に鏡のように綺麗に離れていく様子が描けるかなと。例えばこの死の音基準にして、29小節目からがこの曲の中でもものすごくなかなか素敵な、そそられるシーンで、珍しくダブルシャープ、痛みのダブルみたいな
まあ多分だからその樹形の美学的に、ジグザグとかさっき言ったように、離れてとか近づいてっていう、図形遊びみたいな感じがこの曲の特徴かなというところで、技術的にはまあ難しいは難しいんですけど、さっきみたいにやっぱり数学的になりすぎないことが、これもそうですね。というところかな。ですかね。何か質問あります？珍しいパターンですけど。ないかも、言ってましたね。そんなにないですね。アーティキュレーションの決め方とかは、もうその人それぞれですね。考えてないっていうことは一番良くないので、考えた上であんまりつけないっていうのと、もともと何も考えてないですっていうのだと、やっぱりちょっと伝わり方が多々変わると思うし、33、35あたりとかは、まあ、半音を生かしながらレガートさせても、そうですね。で、ちょっと弾きながら思ったのは、音の長さの工夫をすごくした方がいいですね。これはバッハに限らずですが、でも特にバッハの時代は、楽器が音量がやっぱり変わりにくかったり、音色が変えにくかったからこそ、あまり楽譜にもフォルテとかピアノとかの対比を描いてないけれども、フォルテとピアノを気をつけて変えるぐらい音の長さをどのくらいにするのかっていうのを事細かに決めていった方がいいと思います。音の長さが強弱を決めていくぐらいの感じのイメージで、長いのか中くらいなのか短いのか。例えば、このレドレだってこの3個が必ず音の長さが全部違うように、人それぞれの手の形があるけれども、長く音を伸ばしたいんであれば、例えばレガートだったら割とこう伸ばし気味に、でここからの重さの乗せ方とかを気をつける。で、細やかな動きの時は逆にもうお裁縫道具のように指を丸めて。深さとの関連性とか、なるべくやっぱりどの職業にも、通じると思うんですが、簡単そうに弾いてるように見せるっていうのが達人のテクニックだと思います。難しいところでも簡単そうに弾いてるように見せる、見えるようにテクニックを磨く、っていうことが、大事かなと。そういうことを気づかされる曲かもしれません。あとは
ちょっとしたタイミングですね。やっぱ物事ってタイミングがすごく大事で、こうこうこういう理由だから、例えばハーモニーがここは特殊だから、ちょっとだけ通常あるべきポイントよりもちょっと遅くしますよっていう、この微妙なセンス。39小節このタイミングもそうだし、微妙なところなんですけど、この微妙さの細部に細部に、こだわっていく。そして最終的には、即興的な感じでこの曲を捉えて、弾くっていうことが、ポイントかなと思います。はい、うんうんうん、そうだね。弾く上では結構シビアに難しいかな。なんでかっていうと、使う筋肉の種類がワンパターンじゃ全然ないので、その切り替えたチャンネルの時に瞬時にやっぱり楽器と一体化できるかっていうことも大事なので、この曲そういう意味ではまたこれも職人芸のようなテクニックかなと思います。まあじゃあそんなところで、インベーションの6番を閉じましょうか。うん、じゃあもう一個いきますか、次。